行列式の勉強は難しいということ。3で A1 と0で0、A12 と A22 で AN2、点点点点、1N、A2N で ANM、イコール A11 の A22、N2、A2N の ANM。ここですね。これとここ、 11A21ANH0A22ANANN2NANM イコール A22、 ここがもう D 返ってきませんね。あれ、3280-46-5-7イコール3-46-7イコール3×-4、行列式、2つの列を入れ替えると行列式の符号が反転する。符号が反転するのがありまして、58147369イコール-1941752862583692583692。符号が反転する。行列式のある式と2つの数の和がであるならば、その行列式の和の括弧を列としてできる行列式の和に等しい。また行列式のある列を競倍すると行列式の競倍される多重先生ですね。A が 14742583695C+12754C+12835C+12837C+12839イコール4721369プラス D721369プラス D721369、5、6。行列式のある列を競倍して他の競倍は行列が変わらない例がありまして、14725イコール1472×-2×1-2×1-2×7369147-369149。行列式の計算方法、123456文字行列を求めるっていう、行列は難しい。別解があるという、別解がありまして、 AB を正字 N 字正方行列とするとき、 ABBA イコールA プラス B で A マイナス B が成り立つことを用いると、上記において A イコール ABBA、 B イコール CD とすると、 ABCD の DADCCDAB の DCDAB プラス D、B プラス D、A プラス C、C、B マイナス D、B マイナス D、A マイナス C。イコール、A プラス C、大括弧、B プラス D、A マイナス C、マイナス B マイナス D。イコール A プラス C プラス D プラス D。
C プラス B マイナス T イコール A プラス B プラス C プラス A プラス B マイナス C マイナス D A マイナス B マイナス C プラス D なるということでしたね。トイさん連立方程式のうちで XYZ と言ってないのです。トイさんすげえ気分。連立方程式のうちで XYZ を満たす一色の解を求めようという。プラス Y プラス Z イコール6 X の3プラス Y の3プラス Z の3イコール36 XYZ イコール6。ということで、解 X プラス Y プラス Z イコール6 X の30プラス Y の30プラス Z 30イコール36 XYZ イコール6 XY プラス YZ プラス ZX の値を求める。 XY プラス YZ プラス ZX イコール A で X20 プラス Y20 プラス Z20 イコール B とすると、X プラス Y プラス Z の2乗イコール X の2乗プラス Y の2乗プラス Z の2乗プラス 2XY プラス YZZX より 6乗イコール B プラス 2A よって 2A プラス B イコール 36 X の30イコール3プラス Z30 マイナス 3XYZ イコール X プラス Y プラス Z プラス Y の2乗プラス Z の2乗プラスマイナス XY マイナス YZ マイナス ZX より36マイナス36イコール6 A よってマイナス A プラス B イコール3212より A イコール11 XY プラス YZ プラス ZX イコール11Y プラス Z イコール6 XY プラス YZ プラス ZX イコール11 X プラス Y プラス Z イコール6プラス Y プラス YZ プラス ZX イコール11 XYZ イコール6なので、解と係数の関係により、 XY は Z は T の30マイナス 6T の2乗プラス 11T マイナス6イコール0の解である。T の30マイナス 6T の2乗プラス 11T マイナス6イコール0を解くと、 T マイナス 2T マイナス3イコール0より T イコール123XYZ より X イコール3 Y イコール 2Z イコール1、これが答えです。解説連立方程式対称式。対称式から基本対称式の和積の変化、問題の方程式の左辺の3式とも対称式、それらの変数をどのように入れ替えても式の全体は同じ数である。5例の時の対称式は和積を変化すると扱いやすい。三辺 XYZ とすると基本対称式は X プラス Y プラス XY の Z である。対称式、基本対称式の変換で基本対称式 A の変換例があって、X の2乗プラス Y の2乗プラス Z の2乗イコール X プラス Y プラス Z の2乗マイナス 2XY プラス YZ プラス ZX、 X の3乗プラス Y の3乗プラス Z 3乗イコール X プラス Y プラス Z、X プラス Y プラス Z の2乗マイナス 3XY プラス YZ プラス ZX 3XYZ イコール X プラス Y プラス Z の3乗マイナス 3X プラス Y プラス Z XY プラス YZ プラス ZX XYZ また X プラス Y プラス Z イコール BXY プラス YZ プラス ZX イコール Q、XYZ イコール R、PQR は定数であるとき、解と係数の関係は三次方程式 T の3乗マイナス、プラス PT マイナス R イコール0の解となる。